にちは。バーバーショップサードプレイスのひろしです。今回の動画は6、7年前に購入したアンディスとシュプリームのコラボバリカンの紹介をさせていただきます。国内販売はしていないバリカンで、販売サイトでもソールドアウトになっております。ただメルカリやヤフオクなどで販売されているみたいなので、興味のある方はぜひ調べてみてください。実際使ってみて僕自身の感想にはなるのですが、ぜひ最後までご覧ください。それでは用意スタート。大人気ブランドシュプリームとコラボしたアンディスのバリカンになります。お客様にも好評のバリカンとなっております。1922年創業の老舗のバリカンメーカーアンディスの基本となるバリカンのベースとして作られているみたいです。2017年にニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリで販売されていたもので、7年ほど前に出たバリカンとなっております。僕が購入したそのシュプリームのバリカンはバイマで購入し、当時5、6年前なんですけど5万円ぐらいで購入しました。今は当時の倍ほどの値段になっており、メルカリやヤフオクなどでも販売されております。購入の際は公式をお勧めしたいのですが、僕自身も正規ルートで購入はできず、バイマのサイトを利用し購入しましたので、しっかり調べてから購入してみてくださいね。なんといってもめちゃめちゃかっこいいシュプリームのロゴですかね。一目でブランドと分かりますので、このバリカンでカットすると、え、シュプリームバリカンもあるんですかと、かなり興味を持ってもらって会話も弾みます。コードレス仕様で一度の充電で約2時間の使用が可能となります。また 1.5 ミリから22ミリまでの仮幅と選べるアタッチメントがありますので、様々なスタイルに対応できます。バリカン自体の重さが 281g と、まあ重くも軽くもない印象です。適度な感じですね。手が小さめの女性だったら少し重たく感じるかもしれません。あとはスイッチが硬いです。結構硬いです。これもしかしたら僕がもうこう使いすぎてる可能性もありますけどね。あとはコラボバリカンということだけあってお値段が高いです。ネジを2つ外すということあって、ワンタッチっていうわけではありません。バリカンの中に毛が溜まってしまうので動きも良くなく、バリカン自体にも負荷がかかってしまうので、僕はだいたい週に1回ぐらいはメンテナンスしております。それではメンテナンスしていきます。このネジを外していきます。だいぶ汚れてますね。はい、ネジを外して分解したらこんな感じで、ここに毛が溜まっております。ここ払っていきます。いう感じです。じゃあ、あとはもう前をやったんですけど、次はまたこれを元に戻していきます。ある程度軽く締めます。この上歯が注意した場合より出ていると、お客様の肌を傷つけてしまう恐れがありますので、注意してネジを締めてあげてください。
かがでしたでしょうか。今回はアンディスとシュプリームのコラボバリカンについてレビューさせていただきました。今現在値段もすごく上がり販売されていますので、正直安くはないですが、興味がある人はぜひ調べてみてください。マイバリカンを探されている方で少しでも参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。